試し引き。お、グレッチ、グレッチかっこいいよな、グレッチ。あ、でもやっぱりギブソンのレスポールがかっこいい、いっぱいあるし、これは選びがいがあるな。このギターかっこいいな、これ試してみたいな。いらっしゃいませ。あれ、あ、すいません、こんにちは。あれ、あれ、どっかで見たことが。全然、人違い。お試し。あ、そうなんです。はい、レスポール探してて、はいはい、このなんか新着入荷ってやつ。新着入荷。これいいなと思って。新しく入ってきた。新しく入ったやつですね。そうですね。ギブソンカスタムショップ、はい、です。で、1959年の。59年。はい。ハンドセレクテッドと、はい、読んでるだけですけど。まあ、これすごくいいと。これかっこいいですよね。はい。お試し。試し引きされます。あ、はい、あの試し引きしたいな。されますか。はい、されます。ちょっとこれ弾いてみたいです。これぜひ、はい、あの喜んで、はい、はい、お取りします。じゃあお願いしてもいいですか。いいですか。はい、はい、ちょっと寝てください。あ、はい、ちょっと取り方にコツがあります。あるんですね。はい、お願いします。ちょっと弾の取り方は、はい、ゆっくり上に上げて、はい、その後から手前に引きます。あ、いろいろね、これやっぱり傷つけちゃうといけないですか。ということで、あの、編集を今受けてまして、はい、長年の夢だった楽器店の店員さんの、あ、はい、ちょっといろいろ教えていただいた先輩の井上さんです。井上と申します。お願いします。ということで、いろいろまあね、もう本当に難しい、いろんなことがあるんですよ、スタッフの方には。なので、まあ、ちょっと教えていただいてるんですけど、まあ、こういった接客の他に、はい、どんなお仕事が。そうですね、まあ、本当にあのレジ打ちから始まって、はいはい、お店の掃除とか、はい、あとはその楽器 その皆さんも大好きだと思うんですけど、レジマートとかの掲載であったりとか、そこでご注文された商品の発送であったりとか、そういったことが主な仕事になります。ね、まあ、本当に長年ねやっていただいてて、僕がちょっとやそっとじゃね、なかなかできないところだと思うんですけども、なんかお手伝いできることがあればちょっとお願いしたいなと思ってます。それでしたら、うん、今から6階の方で、はい、ギターのメンテナンス。メンテナンスなら、はい、なんとかできるかも。はい、じゃあ一緒にぜひよろしくお願いします。じゃあちょっと上の方行ってみましょうか。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ井上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、高橋さんじゃないですか。はい、先ほどは小芝居ありがとうございます。聞くたびの高橋です。よろしくお願いします。またまた、小芝居担当でした。ということで、このメンテ、これマーチンですけれども、こちらをメンテしていく。はい、ちょっとお教えいただいてもよろしいですか。はい、任せてください。まずどこから行くんですかね。はい、まずは本当に弦を交換するので、弦を緩めることから始めていきます。はい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 。で、お店では結構いろんな方いるんですけど、僕はこういう電動で回せるもの。あ、いいですね。光る。光ります。はい。だから先端だけこういうのが売ってますので、はいはいはい、これだけあの電動ドライバーに組み合わせてあげて、あとは回してあげる。確かに便利。これ1個あるとね、はい、これすごく便利です、うん、はい、あとは本当にどんどん緩めていく。はい、お願いします。一つポイントがあって、うん、この中にこのお店の人ってティッシュを詰めてることが多くて、お、これって中までグッと奥まで入り込んじゃうと、はい、要はこの辺りを傷つけてしまうんですよ。なのでちょっとティッシュを詰めて浅くしてあげることで、この周りに傷つくのを防いでるっていう工夫なんだ。勉強になります。なんか外して外していく、どんどん緩めていきます。はい、よし、はい、ある程度緩まりましたら、はい、今度はこの下のこのブリッジピンを抜いていく作業になります。ですね、ここも慎重にやらないといけない、はい、で私の場合はそのよほどブリッジピンが固く入ってない限りは、はい、ここから手を入れてあげて、あ、なるほど、仕上げてあげます。でこの時ピンが飛んでしまうので、うん、手でこうやって覆いかぶせてあげて、下からこうやって上げてあげると、こういった早いね、はい、なんかあのこうニッパーみたいなのでポコってやっちゃいがちなんですけども、はい、こうやった方が安全、ね、つかないので、うん、よほど強固にくっついてない場合以外はこういうことで外すことがほとんどです。確かに勉強になるな。勉強になります。あとは弦を外していきます、はい、ね、売り物ですからね、やっぱ自分のギターとまた違いますからね。はい、そうですね、ちゃんと丁寧にやんなきゃいけないという。はい、取れました。弦ってどのぐらいの頻度で交換されるんですか、お店の場合。そうですね、お店だと大体2週間ぐらい、うん、早ければ1週間とかで交換することもあります。あ、結構な頻度で買えるんですね、はい、でここからですけれども、どんな感じのことをやっていくんですか。はい、せっかく弦外しましたので、はい、あの普段拭けないところを取ってあげたりとか、ね、埃がやっぱたまりますから、ね、そういったことは、まあ、多分皆さんもやられてるとは思うんですけど、はい、拭いてあげて、
で今度は指板の保湿とか汚れ落としをやります。なるほど、はい。まあ、こういうものがあります。これは何ですか？これドクターダックス、アックスワックスってやつですね。ほうほうほう。あんまり見たことないかも。これ一見すると、はい、パッケージからしてすごい海外ものな感じしますけど、そうですね、ちょっとマイナーなんですけど、うん、あれこれすごく良くて、はい、実はこれこのマーチン、このメーカーそのもの の、 あの リペアマンであるデイブ・ドールさんという方がいらっしゃるんですが、その人自身があのこれを気に入って使っているということで動画内にも映っています。そうなんですね、はい、これを知らなかった、はい、これを使ってじゃあメンテしていくと。そうですね、はい、でこれすごく伸びがいいので、うん、はい、あの少量取ってもらって、はい、あとはどんどん塗り込んでいきます。なるほど。あ、本当だ、スルスルっていきますね。そうですね、これ汚れすごい取れそうですね。そうですね、伸びがいいのと、うん、あとその汚れを落とす力もすごい強い気がします。さらっといける、はいはいはい、あ、気持ちいい。そうですね、うん、もう本当にその結構この指板状に直接油をかける、はい、オイルをかけることもあるんですけど、それは結構あのなんていうんですかね、そのマーチン、そのデイブ・ドールさんも直接バーってかけてるんですけど、はい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 、まあ、結構汚れがひどい時はそういうことも、ね、なるほどね、まあ、要するにそのぐらいがっつり使っても問題ない天然素材ってことですよね。そうです。なるほど、はい、なるほど。なので、はい、まあ、そういったものを買って、うん、いろんな大手の世界的なブランド、はいはい、まあ、さっきのマーチンとか、はい、ギルドとか、はい、フェンダーとか、おー、はい、まあ、ホームページ見てもらうともっといっぱい出てくる世界中のそうのブランドがこれを好んで使ってんですね、はい、何でも、うん、もう普通に使ってもらって大丈夫なんで、うん、この、まあ、もちろんボディもそうです。ボディのポリッシュ、はい、で意外と金属パーツも、あ、金属パーツもいけるんですね。金属パーツもいける。あとこういったブリッジのサドルだったりとか、はい、この辺ももう本当にこれ一個で全部使う。なんかこう潤滑オイル的に使えちゃうんですね、はい、使えちゃいます。よく取ってくれるんで、オールインワン。そうです。なるほど。簡単にできるんで、はいはい、せっかく研修してる。そうです。そうですね。はい。めっちゃまだやってないんで。そうですね。それぐらいやらせていただいてもよろしいですか？はい、やりましょう、やりましょう。お願いします。これ取ればいいってわけですよね。うん。ほんのちょっと、ね。あ、こんぐらい取って、はい、でブリッジを拭くときにも、はい、一つポイントがございます。ほうほうほう。このボディの塗装されてる面と、うん、その塗装されてないブリッジの隙間、はい、ここにオイルが入ってしまうとここから染み込んでいってここに油染みができてしまう可能性があるので、怖い。なのでそれを防ぐためには本当に表面だけ、あんまり横のとこって実はあんまり攻めないんです。攻めない、はい、なるほどね。表面的に、まあ、汚れが目立つところだったりとかツヤを出したいところに塗り込んであげる、まあ、ブリッジミューとしてこの辺にちょっとね手垢が溜まったりするかなみたいなところをこう、はい、かかってやるわけですね。そうですね。それいいこと聞いた。そのやっちゃいがち。そうなんですよ。ね。はい。だからこの辺をまあそんなにこう攻めないと。はい。うん、この辺までしとけと。うんね、ちょっとねブリッジの上もちょっとこうオイルをねやって。すっげえ伸びる。もう一回でいきますね。こう継ぎ足さないでいきますね。こんなもんでいかがでしょうか。はい、すごくいい感じだと思います。いい感じで。寄りすぎ寄りすぎ。な感じですね。ありがとうございます、はい、じゃあこの後は弦巻いていくって感じですかね。はい、そうです。はい、じゃあお願いします。はい、マーチンのこのスタンダードのドレッドノートに関しては、はい、ミディアムゲージが標準になっております。はい、なのでミディアムゲージでお店ではあのストレート弦ってものがございます。はいはいはい、まあ、いう形で、まあ、例えばこれが50本とか入って、あ、そうですよね、あれ夢ですよね。家に欲しいですよね。お家に欲しいんですけどね、僕ら普通に買うとねこう巻いてありますから、はい、うん、まあ、その巻き癖がないお店の弦で巻いていきましょうと。まあそうやってねブリッジに弦通して、はい、手順としては弦のボールエンドを入れてあげて、はい、でブリッジの溝を合わせて入れてあげるという形ですね。でこれいろんなやり方あるんですけど、そうですね、これ結構気になってて、はい、よくこの迷うのは一本一本貼って順番にね貼っていくのがいいのか、はい、先にこうやってセットしておくのがいいのかって思うんですけど、どっちがいいんですかね。はい、これ僕個人的には最初にもうここの準備をしてしまうことが多いです、うん、はいはい、もう先に弦を入れてブリッジまで刺してっていうことをやることが、なるほど、それは何か理由があるんですか。そうですね、まあ、ちょっとちょうどいい感じのモデルがあるので、はいはいはい、ちょっとあの後ろがパッカーンした板が、ああすごいすごい、こちらにあるんでございますけど、はい、要はこのブリッジのボールエンドがここに引っかかってる状態で、そうですよね、先に弦をいくつか張ってしまうと最終的にこのサウンドホールに手が入れられなくなるんです、うん、入んないですよね、はい、そうかそうか、そこにセットするために開けとかなきゃいけないから、そうです、先にこっちをやっちゃうと。はい、なるほどね、それも聞けてよかった、なんか謎が解決した。
本当にいろんなやり方があって、もうこの段階1本ずつ貼ってもちゃんとそのかませるやり方をする人もいらっしゃるんですけど、なるほどね、はいはい、こういった形でこう準備ができたら、はい、最終的にこの下から手を入れてあげて、そのさっきの裏側がメタギターみたいにボールエンドがちゃんとそのピンの中腹に引っかかっていることを確認します、うん、ちゃんと噛んでるか、はい、噛んでないときはやっぱりこう上にこうグッと押し上げてあげて、うんうんうん、ちゃんと噛ませてあげる感じ。抜けちゃいますもんね、なんか変なとこに入って。そうなんです。でこれが抜けちゃうと、うん、本当に弦がこう飛んでしまうので結構危ない、危ないですよね。ストレートが危ない状態になります、うんうん、これは避けた方がいいです。そうですね、はい、はい、あとはどんどん弦を巻いていく、巻いていく、はい、この巻くっていう作業もですね結構いろいろあるわけじゃないですか、はい、どういうところに気をつけたらいいですかね。そうですね、方法がいくつかあるのは巻き方ですよね。あー、はい、マーチン巻きって言われる弦をロックするやり方、はいはいはい、あれ未だにできないんですけどあれはどうなんですかね。あれチューニングの安定性とか、うん、テンション感がすごくしっかり出るので、そういった音を求めるのであればおすすめです、はいはいはい、ただちょっとこう力が必要なのが、うん、ネックなのと、最終的にロックしてしまうので、ここでちょっとこう取りづらいってことが起きるんですよ。なのでちょっとこうワンミスで結構ヘッドに傷がいっちゃったりとか、そういったことも考えられるので、うん、グイグイってこう弦外すときにね、はい、傷つけちゃうってよくありますもんね。個人的にはあまりおすすめはしてないです。なるほど、はい、じゃあ どういう感じで巻いたらいいんですかね。はい、僕はほとんどの場合、うん、順巻き、要は下にどんどん巻いていく。ああ、なるほど、まあ、いわゆる一般的なやつですね。そうですね、はい、はい、それでまあ正直個人的には全然チューニング安定性問題ないという形が感じがします。なるほど、はい、で、おお、ダイレクトにいっちゃうんですね、はい、初めに半周巻いて僕はここで折り目をつけます、うんうん、で余った弦をちょっと邪魔くさいので上に逃がしていきます、うん、はいはい、あとはどんどん巻いていきます。この時、はい、ナットに擦りつけながら巻いてしまうと、うん、ナットの消耗につながりますので、ナットから少し浮いた状態で確かに巻いてあげることが多いです。大事、こういう形ですね。あ、なるほど、はい、これってこう上に1回巻くみたいなやり方もあると思うんですけども、はい、それとなんかこう順巻きってなんか違いがあります？そうですね、まあ、もちろんロックされる、そのサンドするとロックされるってことがあるので、うん、チューニングの安定性につながるっていう考え方が一つあります、はい、あとはこのポストの穴、はい、これがたまに結構そのヘッドの厚みがある楽器とかだと、はい、ポストの穴がすごい下というか、下の余裕がない時があるんですよ、うんうんうん、そういった時に要は弦の巻きを確保するたびに1回上に逃がしてあげて、はいはい、下に1周って形にすると、要は下に2周と同じだけの巻きの固定で上下に振り分けることができるので、そういうことができる。じゃあペグポストちょっとよく見た方がいいぞと。そうですね、巻く前にそのペグポストが低いことに気づかなかった場合、なるほど、本当に下でこうどんどん巻きづらくなっちゃって余裕がなくなっちゃうことがありますので、うんうん、はい、そういった時に事前に確認しておくことはすごく大事です。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。綺麗に巻けましたね、はい、こういった形です。あとは弦を切るだけっていう形なんですけど、はい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 、ここで気を抜いてはダメです。なるほどね最後一つございます。ここはあるぞと、はい、よくこの弦をまずこう長く切る方いるんですけど、はいはいはい、個人的には長く残しておく必要ないと思います、うんうん、せいぜいまあ 2,3 ミリ、2ミリはちょっと短いですね、3ミリぐらい残っていれば大丈夫、はい、あ、そのぐらいでいいんですね、はい、なんかもう不安になっちゃって結構残しちゃうんですけど、はい、まあ、例えば外れた経験僕もございませんので、あ、ないですね、心配しなくていいです。おー、しっかりとこここう隙間がなくきっちり密度が高く巻けていれば、はい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 、でまたこの弦の残ってる部分をちょっと下に下ろしてあげて、グイッと、はい、要はこのペグのてっぺんから上に出てあげないで、出てこないようにしてあげるんですよ。出てるとボロボロになりますからね。そうなんです、ギグバックの裏側がボロボロになってしまうんでそれを防ぐっていう意味合いで僕は結構こういった形で、うん、なるほど、なんかそうやって専門家の方にね言っていただけると安心します。あ、これで合ってるんだってねはい、こういった形で切ってあげると安心だなと思います。安心、あ、これでボロボロにならないです、はい、たまにこの辺もすごい糸くずだらけになって、ね、なるなる、あります、それすごくもったいないなと思います。はい、はい、できましたね。はい、こんな形で、はい、素晴らしい、ピカピカですもう僕もここしかやってないですけどありがとうございました。ということで、このドクターダックスでリペアされてるということなんで、これね、ぜひちょっとチェックしていただけたらなと思います。はい、今日はありがとうございました。大変勉強になりました。これからも精進しますありがとうございました。バイバーイ。